はい、こんにちは。今日なんですけれども、ダイエット開始から約1ヶ月の経過報告をしたいと思います。先週がですね、ダイエットの経過報告、この企画、まあ週1でやってるんですけれども、バタバタしまして出せなかったんですよ。で、インボディも測りに行ってなくて、で、お前さては食ってたんじゃねみたいな感じ、まあ思う方もいたと思うんですが、ちゃんとダイエットしておりました。で、今日がですね、一番最初にインボディを測った時が4月21日で、今日がですね、5月の25日なので、はい、まあ約1ヶ月としまして、その経過報告をしたいと思います。今日はですね、その1ヶ月経過したので、最後の比較写真は一番最初の画像と、今日の1ヶ月後の比較写真を出していきたいと思います。5月の12日っていうことなので、2週間前ですね。はい、体重が 79.2kg で、体脂肪率が 17.4% というような感じになっておりました。で、今日5月の25日なんですけれども、体重が 78.4kg、体脂肪率がね 18.1 という感じになっております。あんでだよ。 800g 落ちているんですけれども、まあ、体脂肪率はちょっと増えてる。まあこれはまあ数字の誤差でしかないと僕は正直思っているので、こういう感じで、まあ、体重だけで換算するとまあ 800g 落ちてるなというような感じで、無事順調に進んでおります。で、一番最初の時と比べると 5.9kg落ちたというような感じになります。頑張ったっしょ。まあ約1ヶ月で、約6キロ減量しているというような感じになります。まあ多分ね、これが限界だと思った。1ヶ月で10キロはちょっとね、難しいというか、食事をすごく制限してもう毎日ストイックな生活をすれば落ちるとは思うんだけども、なかなかできませんでしたね、僕は。それがっていうのは、一番最初、まあダイエット大体2週目から3週目ぐらいまではガツンとカロリーカットしてやっていたような感じなんですけれども、ここ最近はですね、結構外食することも増えたし、カロリーも2000キロカロリーぐらい取っていたので、体重の落ちはそんなに早くない。で、特に今回は外食する機会が多かったんですけれども、まあその時は僕は全然そこまで我慢せずに、5月18日だったら、あの IUBB の後にチームマッスルグリルのね、メンバーの方たちとモーヤンカレー食べに行ったりとか、その他にも結構外食とか飲みに行く機会が多かったんですよ。お客さんとも飲みに行ったりとかしてたんで、まあ、そういうこともあったんですけれども、体重は無事落ちている。例えば外食行った時とかでも、やっぱり1日の自分がダイエットのために行っているカロリー以内に抑えている状態であれば、まあそういうようなイレギュラーが起きてとしても問題ないと僕は思っております。はい、まあ実際に体重も落ちてますので、頑張るんば。で、今日なんですけれども、このダイエットのシーズン、まあ、減量のシーズンになったら、よく聞かれることが一つあります。それは何かというと、チートデイです。チートデイはいつ入れてます？どうやって入れたらいいですか？みたいなことを結構聞かれるんですけれども、私 D さん、今のところチートデイというものは入れておりません。チートデイに対する考え方って、まあ、たくさんあると思うんですけれども、俺の中でそのチートデイっていうのは、自分の欲に負けた時がチートデイを入れる時だと思ってるので、その体に反応させるっていうことはないんですよね。別に大した停滞期とかも今ないし、例えばそのダイエット、デブがダイエットのやり始めて、体重を落としていく中でチートデイなんて全く入れる必要がないと思います。で、停滞期、まあ、好きなものを食べてチートするっていうような感じの考えあると思うんですけども、それは好きなものを食べるんじゃなくて、カーブをたくさん取ってあげてカーブアップをするっていうような考えが普通です。なんだけど、食べちゃうよね、好きなもの。そう、まあ、欲がやっぱりあるわけだから好きなものを食べちゃいます。で、そうなった時に、じゃあ僕のチートデイのやり方を今日は説明したいと思います。僕のチートデイのやり方は、今のところまだチートはしてないんですけれども、多分今週、来週ぐらいチートデイ入れると思います。で、それはどういうやり方かっていうと、まず一食だけは好きなものを食べます。俺はね、基本ピザ、天丼、つけ麺とか、まあ、そこら辺のやっぱりもろジャンク、あとマックとかね、まあ、そういうもろジャンクなものがめっちゃ好きなんですよ。で、お酒も大好きだし、好きなので、そういうものをまあ一食入れるというような感じです。二食目は脂質は抑えたカーブのものを食べてあげる。これをまあ昼前と、あとまあ夕方ぐらいに行うっていうような感じです。で、そうなると、どうなるかというと、もう体が熱うて、もうすっごく熱くなって、代謝バーって上がって、すごく熱くなるので、まあそれで次の日のダイエットをまた頑張るっていうような感じでございます。で、その日はね、あんまりタンパク質も気にしないです。俺の場合は。うん。タンパク質は気にしないで、もう好きなものだけ食べる。
っていう感じ。まあ糖質は基本的にやっぱり美味しいので糖質食べるみたいな感じでやっております。じゃあ最後にですね、一番最初やり始めた時の比較の写真でお別れしたいと思います。それでは